こんにちは。バイオリン奏者の牧野純也です、えー。日本とヨーロッパでモダンミュージックコンテンポラリーミュージックの演奏を中心に音楽活動をしております。この動画シリーズでは20世紀の音楽史と題して1900年から2000年までの音楽史をいくつかの回に分けて解説しております。今回回の第6回目、そして、 次回の第7回目では年年からままでを見ていいいきたいと思いますこれより前の時代の解説が見たい方は概要欄にリンクを貼っておきますのでよかったらチェックをしてみてください。1950年からの10年は新しい音楽や作曲技法がいろいろと出てきまして内容が多くなりますので2回に分けました。前半の部分ではピエーーール・ブーレーズ カール・ハインツ・シュトッカハウゼンが中心となったトータル・セリエリーズムアメリカの作曲家ジョン・ケージの不確定性・偶然性の音楽そしてヤニス・クセナキスの確率的・推計学的作曲法を使った音楽、えー、こちらについてお話をしますそして後半ではミュージック・コンクレート日本語で具体音楽と呼ばれる音楽電子音楽ソ連の音楽状況 えー、そして日本の音楽状況をご紹介しますそれでは1950年からの10年間を具体的に見ていきましょう1950年から60年世界ではこのような出来事が起こりました、えー、こちらの年表をご覧ください1950年代はアメリカを名手とする資本主義・自由主義陣営と東側諸国のソ連を名手とする 共産主義・社会主義陣営との対立構造いわゆる冷戦の構造が固定化した時代として位置づけられます西ドイツを筆頭に西側諸国では経済が急速に復興して1920年代と同様の消費生活が行われるようになり、えー、都市近郊には郊外住宅も発達しましたまた朝鮮戦争後の東西ブロックの緊張から 核開発をはじめとする軍備拡張競争、宇宙開発競争西側における共産党弾圧など各国が他国より軍事面で優位に立とうとする争いがたくさん起こり自分の国の力を示し合った時代でしたそのような状況の中音楽の分野では新たな音楽のスタイルも登場して世界各地で著しく発展していきます まずはヨーロッパの音楽を見ていきましょう1946年ドイツのダルムシュタットで始まったダルムシュタット国際現代音楽夏季講習会こちらは1950年代に入りますます発展していきますこの講習会については第5話目で触れているのでぜひそちらを参考にしてみてください、えー、そこでは十二音技法からメシアンが導いたセリー音楽へ そしてそのセリー音楽からトータルセリエリズム日本語で総音列音楽という音楽が誕生しましたこれは前回の動画でご紹介した「メシアンの音歌と強歌のモード」という曲を発展させてミシアンの弟子のブーレーズとシュトッカウゼンによって完成された音楽ですブーレーズは「構造一をシュトッカウゼンは「クロイツ・シュピール」を1952年に完成させて これが本格的なトータルセリアリズムの始まりと言われています。概要欄にリンクを貼っておきますので、できれば楽譜も見ながらぜひ聴いてもらいたいのですが、このように全ての音楽要素が決められるのは、演奏家にとっては演奏しにくかったり、演奏不可能ということも当然あります。そこで騒音列主義者たちは、生身の人間に演奏させることよりも、もっと正確に、 譜面を再現することができるものを求めましたその最も代表的なものが電子音楽です電子音楽については、えー、後ほどご紹介したいと思います、えー、話は戻ってこの完璧主義な音楽、えー、の誕生は方法論的な側面から見ると数理的な操作で個々の音が定められていくので、えー、作曲家は無意識のうちに慣れ親しんだ処方に頼って どこかで聞いたことのある音楽を書いてしまうという危険を回避することができましたブーレーズやストックアウゼンはこの講習会の講師となって生徒にこの作曲法を熱心に教えましたヨーロッパ流の徹底した合理主義とまだ誰も聞いたことのない音楽を作りたいという衝動に支えられてトータルセリリズムは1950年代半ばには多くの音楽家を魅了して支配的な 作曲技法になりましたしかし問題点も多く一つは人間が聴くことのできる情報処理能力には限りがあるのではないかということでした実際に初期のトータルセリリズムの楽曲の演奏はかなり間違いが多くしかもそれを聞く聴衆の耳を慣れていないためついていけず問題は深刻化しましたもう一つの欠点はどの曲も同じように聞こえてしまう という音響パターンの一応化でしたこのことにはすぐに多くの作曲家が気づいてトータルセリエリズムの次の音楽は何かというポストセリエルについての議論が加速しました、えー、そして1958年ブーレーズが多くの仕事のため断り空きが出た講師のポストにストックアウゼンがジョン・ケージを推薦しますそしてアメリカからやってきたジョン・ケージが 不確定性偶然性の音楽という概念をここで紹介して多くの参加者が衝撃を受けますこれを境に行き詰まっていたトータルスセリリズムは早くも終焉を迎えましたしかし広い意味でのセリー音楽はその後1970年代に入りイギリスのブライアン・ファーニフォーたちに継承されていきますさあ、えー、1958年に ケージがドイツヨーロッパに持ち込んだ不確定性偶然性の音楽とは一体どのような音楽だったのでしょうかこの音楽を代表するおそらく一番有名な作品が1952年に発表された4分33秒というう曲でしょうこの作品は「音楽は音を鳴らすもの」という常識を覆す無音の音楽です。三学から構成され 楽章を通して休止することを表すタチェットというものが、えー、全楽章で支持されています演奏者は舞台に登場して楽章の区切りを示すこと以外は楽器とともに何もせずに過ごして一定の時間が経過したら退場するだけという曲です演奏に用いる楽器の選択と各楽章の所要時間は演奏者の裁量に委ねられており アンサンサブルででの演奏も可能です4分33秒というのは、えー、この、えー、と作品が初めて演奏された時の合計の演奏時間でしたその時の会場の音聴衆のざわめきだったり呼吸する音はその場一回限りの誰も意図して作ることのできないまさに偶然性不確定性の音楽です。このの曲は偶然性の音楽 不確定性の音楽の最も極端な例ですが、えー、偶然性の音楽、特にジョン・ケージの作品には基本的には世界に禅を普及させた仏教学者鈴木大拙の禅などの東洋思想の影響こちらがあり、音を音自身として解放する結果をあるがままに受け入れるという姿勢がありますここからはもっと具体的に見ていきたいと思います え偶然性の音楽とは曲を作る段階において偶然の要素によって音が決定され音楽になっていくというものです、えー、例えばサイコロの1の目はド2の目はレといった感じですなのでなぜこのようなメロディー音楽になったのかと聞かれるとまあサイコロの目が偶然そのように出たから説明はできないというようにしか、えー、と答えようがないものです それに対して不確定性の音楽こちらは出来上がった曲の音やリズムがそもそも決まっていない音楽です演奏する人や楽譜の解釈によって出てくる音がバラバラになりますはい、えー、ここで偶然性と不確定性それぞれの音楽の楽譜を比べてみましょうまず偶然の音楽はジョン・ケージが1951年に発表した駅の音楽 と呼ばれるものです対して、えー、不確定性の音楽とはこのような楽譜から出てきます、えー、こちらバリエーション2の楽譜をご覧くださいこちらもケイジが作った曲で駅の音楽のちょうど10年後に発表されています曲については概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらから確認してもらえればと思います このような感じで音が決められているのが偶然性の音楽。図形楽譜のようなもので音やリズムはその時その演奏者になってみないとわからないというのが不確定性の音楽です。以上はケージの追求した広くまとめて偶然性の音楽ですがギリシャ出身の作曲家ヤニス・クセナキスは違った偶然性の捉え方からインスピレーションを受けて確率的・ 数形学的作曲で1955年メタスタシスという曲を発表しましたヤニス・クセナキスのメタスタシスの出発点となったのは音の密集した塊というアイデアです子供の頃に体験したキャンプでの森の中でのさまざまな虫や鳥風の音などが一気に自分に押し寄せてくる感覚 アテネ市街ででののデモや戦いでの強烈なざわめきクセナキスはそれらを表現した,いと考えました,ただ人の感覚でランダムに音を選んで塊とするのではなくてコンピュータープログラムあるいは数表を用いることによって確実に規則性や周期性を持たないそして他と比べて頻繁に繰り返される数値がない数の集まりを表出しましたそれを音にして音楽メタスタシスにしました これはアルゴリズム作曲法とも言われています。はい、ということで、ケージとクセナキスの作曲概念は似ているようで明確に違います。この時期のケージの作品は偶然性の音楽、クセナキスの音楽は数形学的音楽、というように分けておくと良いかなと思います。今回の内容は以上になりますので、まとめをしていきます。まずは1946年に開始された、 ドイツのダルムシュタットでの現代音楽講習会がさらに盛り上がり十二音技法の一つの極みトータルセリエリエズムが完成したこと、えー、しかし問題点も多く1958年にジョン・ケージによって偶然性の音楽が持ち込まれ終焉に追い込まれてしまったことケージは4分33秒をはじめとした偶然性の音楽不確定性の音楽をヨーロッパに伝え ヨーロッパの音楽家たちは全く新しい概念を持つこれらの音楽に衝撃を受けたことヤニス・ケセナキスは違った偶然性の捉え方からインスピレーションを受けてコンピューターを使い確率的数計学的作曲で作品を作ったこと。というわけで今回は以上になります。次回は1950年から1960年についての後半電子音楽などについてお話しします。 それではまた。